こんにちは。化粧品専門店ルックのまどかです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は2月5日に発売されるカネボウのパウダーファンデーションと下地です。それではレッツ女子活。カネボウといえばスキンケアやベースメイクで驚きと感動を与えてくれる大注目のブランドなんですけれども、今回は新たにパウダーファンデーションと下地2種類が加わりました。今日はまず質感やお色の方をご紹介していき、その後お顔の方で試してご紹介していきたいと思います。私のチャンネルではいろいろなコスメを実際にお顔で試しながら、お色や質感、そして仕上がりなどをなるべく詳しくレビューしています。カネボウの人気のスキンケアやカネボウのまた違うファンデーションの方も別の動画でご紹介しておりますので、もし気になられましたらそちらの方もご覧になってみてください。まずは下地です。下地の方は2種類発売されます。1つ目、こちらの方はイーブンフィットプライマーです。そしてもう1つがトリートメントグロープライマーです。新しい整った肌を1枚重ねるように美しい血色感で肌の印象を表現するベースメイクとなっています。まずはイーブンフィットプライマーを見ていきます。しっかりと振っていただいて、こちらはオレンジの下地になります。見ていただいても分かるんですけれども、とてもみずみずしい潤いのある下地になっています。感触もとっても軽くって、スルスルっと伸びていってます。本当にみずみずしいんですよ。だからといって軽すぎることはないんですけれども、皮脂を吸着してテカリを抑える機能があるんですね。なので長時間崩れにくいテクスチャーになっています。とにかく負担のない軽さになっていますので、紫外線が高まり汗ばむ季節にとってもおすすめです。このオレンジベージュのカラーは毛穴の凹凸をぼかしながら、毛穴のくすみや目元の青グマ、そして男性の青ひげもカバーしてくれるお色になっているんです。よく男性でなんかひげの影が気になる方がいらっしゃるじゃないですか。男性でも使いやすいテクスチャーになっています。イーブンフィットプライマーの方は SPF28 PA3+ です。そしてもう一つのプライマー、トリートメントグロープライマーですね。こちらの方は、ピンクの下地になっています。こちらの方も軽やかなんですけれども、先ほどのイーブンフィットとは全く違っていて、やっぱりちょっとこちらの方がしっとりとした感触ですよね。伸ばしていくとなんか中から輝くようなツヤ肌になっていきます。このピンクは肌のくすみを飛ばしながら、とってもツヤ感のある潤いに満ちたお肌になります。こちらのトリートメントグロープライマーは SPF が18 PA2+ です。そしてパウダーファンデーションメルティフィールウェアです。このデザインがかっこいいですよね。黒のケースに白いラインが入っています。とってもスタイリッシュですよね。開いてみると、まあパウダーファンデーションなんですけども、よく見ると波打っているんですね。これがまたおしゃれな感じです。半透明の層をお肌に重ねていくという発想で生まれたファンデーションになります。もう肌にのせるとほんと肌に溶け込むような感じでお肌にフィットしていくんですね。もうパウダーファンデーションとは思えない粉っぽさです。パウダーなのに逆に潤いを感じてしまうような、そんなテクスチャーです。お色の方は発色展開です。香りの方なんですけれども、下地そしてファンデーションともにフルーティーフローラルの香りです。それでは実際にお顔の方で試していきたいと思います。こちら半分側にはまずイーブンフィットプライマーを、そして反対側の方にはトリートメントグロープライマーをつけて塗り比べをしてみたいと思います。
すっごく軽やかでみずみずしいです。もうすごく軽やかに伸びやかに広がっていって、すごくねふわっとつくんですよ。目周りの色ムラ、この辺の黒い影も目立たなくなってますよね、毛穴も目立たなくなってますし、とても肌がつるんとした感じ、こちら半分全体的にトーンアップしてますよね。顔色が良くなった感じです。ではこちら半分にトリートメントグロープライマーをつけていきます。テクスチャー的にはさっきのイーブンフィットプライマーよりはしっとりしてるんですけども、重くはないですね。こちらの方も目周りのくすみ、あと黒い影を消してくれてますね。どちらかというとイーブンフィットの方が明るくなってるのかな。トリートメントグロープライマーはもちろん目周りも明るくしてくれてるんですけども、顔全体のくすみを取り払ってくれてるような感じですよね。血色感が生まれています。肌が負担なくしっとりしてるんですね。重くないんですよ。もう適度な潤いって感じです。ツヤを与えながらお肌の色ムラ、くすみっていうのを健康的なお肌に見せてくれるような感じですね。それではファンデーションを重ねていこうと思います。まずはイーブンフィットの方から重ねていきます。スポンジを2回ほど撫でるように取っていただいて、お顔の中心部分からフェイスラインに向かって伸ばしていきます。めちゃくちゃ綺麗です。おでこも中心部分からフェイスラインに向かってなじませていきます。で、鼻筋を通って鼻の側面ですね、お鼻の下で口角ですね、目周りや小鼻の周りはスポンジを折っていただいて、細かい動きでファンデーションをなじませていきます。ファンデーションを塗り忘れやすいのが目のくぼみ、そして目の際から目尻ですね。ここは押さえるような感じでファンデーションをなじませていきます。そして鼻の下も忘れやすいのできちんとカバーしてあげてください。とっても綺麗です。全然粉っぽさがないんですよ。もう本当に粉っぽさがないんです。肌と一体化してるんですよね。もう全然粉っぽさがなくってすごく綺麗なんです。もうほんとキメが整っていて、とっても上品な肌になってるんですよね。反対側のトリートメントグロープライマーの上に重ねていきます。同じく2回ほど取った量が半分の量になりますので重ねていきます。私ファンデーションのスポンジを持つときに人差し指を使ってないと思うんですけれども、スポンジを軽く持つためなんですね。人
差し指って力が入るんですよ。なのでスポンジを持つ時もコットンを持つ時も、クリームをなじませる時もこの人差し指っていうのは使わないでくださいね。優しく優しくお手入れをするために中指そして薬指を使ってメイクをしていきます。スキンケアも同じです。こちらの方がイーブンフィットプライマー、そしてこちらの方がトリートメントグロープライマーを使って、その後ファンデーションを重ねてみました。こちらのイーブンフィットプライマーの方はとても上品でキメの整ったお肌になってるんですね。でこちらの方は血色感のある艶やかなお肌に仕上がっています。いかがでしたでしょうか。お顔全体にトーンアップして質感がとても明るくなりました。というのも肌を暗く見せる青影をコントロールしてくれるんですね。とても血色感の良い生き生きとしたお肌になっています。とても粒子の細かいパウダーになっていますのでちょっと目周りの小じわちょっと気になるんですけども、そこもちゃんとぴったりフィットしてくれています。いくら重ねても厚塗り感がなくってカバー力があるのに自然な仕上がりなんです。そしてパウダーファンデーションなのに潤い感も感じるんですよね。特にこちら半分につけたトリートメントグロープライマーの上にファンデーションを重ねた方は本当にしっとりしてるんですよ。粒子が細かいので肌なじみがとっても早いんですけども、リクイドファンデーションまではいかないんですけども、パウダーファンデーションの仕上がりとはちょっと違う仕上がりですね。そして長時間崩れにくい特徴もあるのでラスティング効果があるっていうのはとっても心強いですよね。店頭でサンプルをまずはもらってみてお試しになってみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が参考になりましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただけるととっても励みになります。それでは皆様にとって素敵な一日でありますように。また次回の女子活でお会いしましょうね。さようなら。